what are we getting ready to do? Western River Railroad. Western River Railroad. それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。さて皆さんは今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよく見てみるとトラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡り、アメリカの西部開拓時代へと入っていきます。Tacoma, Stillwater Junction. しかし、フロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないです。Still have the burning cabin. So remember they used to have that in the US too? Burning cabin.彼らの家はティーティーといってバッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を狩りに行っているんですが、こういう左の方に滝が流れている山が見えますが、あれが有名なスプラッシュマウンテン。開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです。これが見えますよね。あの頃はまだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。
忘れ物がないか確かめてから足元に自分の手をつけて人形に置いてくださいね。